はい、どうも、ゆっきーです。今日は、酒好きな元、新潟人の飲酒動画。今回はこの喉越し、ストロング、新発売ですね。アルコール度数 7% の、これは期待してたやつです。第3のビールですね。ガツンと来てスカッと爽快。原材料が発泡酒、かっこ麦芽とホップと大麦と糖類と、で、大麦スピリッツ。ちょっと糖類が入ってるのはちょっと気にはなるんですが、まあ、大豆タンパクとかは入ってないんで、これはいわゆる喉越し生の、俺、喉越し生嫌いなんですけど、大豆タンパクが入ってないんで多分大丈夫だと思います。それではね。飲んでいきたいと思います。まあ、第3のビールで 7% っていうのは、かなり強烈ですね。ないんじゃない？完璧。あ、やっぱちょっとなんか甘みがちょびっとありますね。でも美味しいです。結構麦の香りもしっかりして、うん、お、美味しいですね、普通に。普通に美味しいですね。ビール系にストロング新発売。頑張った日の一杯をもっとぐぐっとうまくする。その思いから喉越しストロングができました。実現したのは、アルコール度数 7% でガツンとした飲み応えとスカッと爽快な後味。うまくて強いをぜひあなたの喉でお試しください。うん。うん、確かに喉越しも、ありますね。で、結構、アルコールの度数がそこまで強いかっていう、強い感覚がするかって言われると、そこまででもないんで、思った以上に飲みやすい。うん。まあでも、いわゆるストロング系のチューハイアルコール度数 9% とかに比べたら確かに弱いんで、ああ、うん。でも、喉越しが非常に結構ある上に、こう、やっぱ飲み応えっていうのかな、かなりありますね。高発酵技術によるキレのある後味、そして癖のない飲みやすさ。これ、キリンって、あれですかね。他に、いわゆる、アルコール度数強いビール系って多分ないよね。で、他の会社、サントリーとか、にあったっけ？ちょっと見てみましょう。金麦とか、
金麦ストロング的なのないよね。うん。サントリーはとりあえず、なさそうですね。あ、これがあるか。いただき。コックーンってやつね。アルコール度数 7%。あ、これか。これを、真似て作ったんだね。でも、いただきよかは強、うまいと思いますよ、これは。いただき結構甘いんだよね、これね。あいただきもアルコール度数 7% で第3のビールなんですけど、あのね、甘い。あこれよかはるかに甘いですね。っていうのも結局糖類が多分結構含まれてんだと俺は思ってます。うん。これか。で他に札幌。結構あれですかね。みんな、こういうアルコール度数高い系のやつを、やはり出してきてるのかもしんないですね。結局最近は、アルコール度数高い、9% とかのチューハイが売れてるっていう、まあ、話ですからね。だから、チューハイが売れるんだったらやっぱビールもアルコール度数高いやつで売った方がいいんじゃないかっていうパターンで。うん。なったんではないでしょうか。札幌はとりあえずないっぽいですね。キリンとサントリーはあります。で、札幌がなくて、あともう一つ、キリン、札幌、あれ？あとビールってなんだっけ？あれ？ちょっとど忘れしちゃった。あ、朝日か。朝日はさすがにあるでしょうね。うん。朝日はだってあれでしょう。あれなかったっけ？あ、ないかも。アルコール度数高いやつ。なんか。朝日のイメージってすげえドライで力強いっていうイメージがあるけど、あ、未だにまだ出してないんですね。結局。どちらかっていうと、朝日は結局生ビールの方をこう力入れて、辛口にしたり、アルコール度数高めてきてるけど、第3のビールに関しては、せやね。うん。だから、朝日は、朝日ドライプレミアムとかで、アルコール度数 6% ぐらいのやつ出してるもんね。うん。ほら、アルコール度数 6.5% とかで。生ビールでさ、6.5% ってさ、どうやって作ってんだって感じだよね。でも、さすがにアルコール度数高く作るっていうのは、多分生ビールだとやっぱかなり難しいんだと思います。おそらく。第3のビールは割と、結構まがいもんなんで、結局。いろいろ入れたりできるじゃないですか。だからぶっちゃけて言えばもう
ねえ、ウォッカ入れたりとかすればいいんじゃねえのって、こちらとしては思っちゃうんですけど。ただ生ビールっていうのはやっぱり製法が、限定されるからね。うん。これは美味しい。喉越しストロング。これは美味しいですね。うん。うん、いただきようか全然美味しいと俺は思ってますね。いただきはちょっと甘口なんだよね。なんかどちらかっていうと、なんか甘い。女性向けの甘さがある。喉越しストロングと。これ美味しいですね。コンビニでは、350cc の缶のやつが145円と。で、500ml が203円となってるっぽいです。これは美味しいっすね。これはやっぱ何か、揚げ物、唐揚げとかさ、あと、天ぷらとかさ、を食いながらこれを一杯、やりてえ。これ絶対うまいわ。やっぱ多分あれだよね。結構なんていうかな、なんだろう、辛口なんで、やっぱりどうしてもこれだけ飲んでると口がなんか食いたくなるっていうか、つまみを欲するよね。うん、本当によくできてるな、これ。これ美味しいな。これは、マジで美味しい。うん、結構炭酸が強い。うん。だから結局、生ビールじゃないけど、こう、きついやつを飲みたいとき、で、チューハイとか飲みたくなくて、やっぱ生ビール、本当は飲みてんだけど、いや、生ビールは、アルコール度数 5% とかだし、ね、しかも値段高いし、みたいな。やっぱ喉越しがすごいよね。喉越しもそうだけど、口の中に広がる、その、麦の風味もすごいし、うん。で、結構がっつりくるので、あー、これはうまいな。これもっとうめえのはやっぱ唐揚げとか食いてえな。唐揚げとか欲しくなるわ、マジで。今、深夜の2時ぐらいだけど、すっげえ唐揚げ欲しいわ。超食いたい。やべえ、これ。俺、あれ飲んだ時にどうだったっけ？いただき。いただきのレビューで4つ星ぐらい多分つけたかもしれないけど、やっぱ甘いんだよね。
いただきのね、あの悪さはアルコール度数 7% なのはいいんですよ。でもやっぱね、甘い。明らかに甘い。あれどう見ても砂糖孵化してるだろうって。何のために砂糖孵化してるのか知らないけど。まあ、何なんですかね。ちょっと俺もわかんないけど。俺そこら辺詳しくないから知らないけど。まあ、所詮サントリーって言ったところでしょうか。いただきはサントリーだもんね。確かに。で、甘みが確かにちょこっとある。うん。これ普通のよりちょこっとあるんで、まあちょこっとあるって感じ。ちょっと気にはなるけど、まあ、許容範囲ですね。で、しかも麦の香りもしっかりしてるし、味もしっかりしてるんで、これは全然、うまい。これはうまいですね。これは絶対なんかと一緒にパリピがバーベキューなり居酒屋で唐揚げ食いながら飲むのパンパッパッパーペキですね。これはうまい。これぜひ飲んだ方がいいね。2245です。5つ星、五つ星、ご視聴ありがとうございました。